皆さん、こんにちは。脳梗塞リハビリセンターの福田です。本日は、亜脱臼について、自主トレーニングをご紹介したいと思います。亜脱臼の成り立ちなどについては、こちらの動画でね、以前ご説明した内容をまたご覧になってみてください。脳卒中の後遺症を持たれた方は、どうしても肩の問題っていうのは非常につきまといます。肩っていうのは非常に自由度を持った関節ですよね。いろんな方向に行きます。いろんな方向に行くっていうことは、すなわち不安定になりやすいっていうこともあります。筋肉のコントロールがお苦手になった場合にダメージを受けやすいエリア。そうやって亜脱臼っていうのは後遺症の一つとしてね、よくある症状です。亜脱臼というところは、ご自分の体が今どんな状態なんだろうっていうのが肩周りでうまく認識できてないっていうところから生じる可能性があります。ですので、それに対するアプローチとしましては、まず、頭の中でご自分の肩をイメージしてください。目で見ずにどういう状態かなっていうのを頭の中でイメージしてください。肩の内部構造とかは必要ありません。こう今画面で見えてるね、こういう肩の周りの側といいますかね、表面を頭の中でイメージしてください。で、十分にイメージできましたら、どこかそのイメージできている肩のどこか一つポイントを決めてください。今ちょっと私決めてみます。はい、決めてみました。そうしたら、その今のイメージした部位を良い方の手で触りに行きます。はい、で、実際触った時にですね、こう頭の中でイメージしていた触ろうと思った部位とズレがあるかないかっていうのを確認してください。で、もしズレがあった場合に関しては、あ、どの辺だろうってこうやって探して、あ、この辺この辺という形で手で触りながら、押されてるのを感じながら探してみてください。自主トレーニングは簡単に言うと以上で、これを繰り返していただきます。まあ、うまく合ってなかったな、あ、ここだここだって一遍戻します。また肩の中でどこを触ろうかなと頭の中でイメージします。イメージができたら、イメージできた部位に触りに行きます。このような形でずれてるかずれてないかっていうのを確認して修正しながら、ご自分で頭の中のイメージしている肩と実際触った時の位置とそれをマッチングさせていくような形を進めていって、これがどん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 なエリアでも間違いなくイメージ通りになってくると、肩の周囲の筋肉の活動が高まる可能性がありますので、ぜひこちらをお試ししてみてください。これよりもう少しライトな練習方法というのも合わせて今日ご紹介したいと思います。どなたかお手伝いしてくれる方がいらっしゃったら、その方に肩のどこでもいいから触っていただきます。で、こうやって触っていただいたら、では良い方の手でその触っている手の先を触りに行きます。これがずれてないか、うまく触れたかっていうのを合わせて行ってみてください。お手伝いしてくれる方には肩のいろんなところを触っていただくと。で、触っていただいた時に、うん、この辺だなと当たりをつけて触りに行くという形ですね。こうやって触りに行く。これがずれてたら、あ、違うんだなという形で直していきながら、どれだけ正当していけるかっていうのをチャレンジしていただけるといいかと思います。これ自主トレーニングによくあるご質問なんですけれども、何回やればいいんですかに関しましては、回数をこなすっていうよりかは、丁寧にしっかりイメージをして実際どうだったかっていうのを振り返りながらやってください。頭でイメージするのでちょっと頭疲れてしまいますので、休憩挟みながら無理な範囲で時折やっていただければなと思います。本日は肩の亜脱臼に関しての自主トレーニングを一つご紹介しました。またいろいろ試していただいたり、何かご質問とかありましたら、下記のコメント欄にお書きいただければなと思います。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。